竹豊町コミュニティバス、竹豊町コミュニティバスは、愛知県北郡竹豊町が、デスクルに託し運行している、コミュニティバス。愛称は、夢コロン。2003年、竹豊町にて、コミュニティバスの試験運行を3ヶ月間行ったが、利用者が少なく本運行には至らなかった。2010年7月27日から2013年7月までの3年間、富士急整備に運行を委託し、 試験運行を開始した。試験運行終了後は、プロポーザルの結果、下乗り合いに委託先が変更され、試験運行時からの赤ルート、青ルート、緑ルート、緑ルートの4系統のまま、正式運行へと移行した。2015年10月1日に、ルートを刷新。ピンク色のバスを使用する北部の赤ルートと、水色のバスを使用する南部の青ルートに統合された。 赤ルートは利用者からの要望により、イオンハンダ店を経由するようになり、竹豊町に隣接するハンダ市へ乗り入れるようになった。2016年2月14日に、下半島のご当地萌え、キャラユニット、下娘、の竹豊町 PR キャラクター、竹豊与と姫をデザインしたラッピングを、車体の外部に施し、これを記念して、出発式などが行われた。また、 同年10月1日に運行委託先が、北乗り合いから、デスクルに変更された。2018年10月1日からは、ハンダ市内の走行区間を延長し、名鉄高和線は青山駅への乗り入れを開始した。なお、同日から、北乗り合いのハンダ、常名目線も青山駅への乗り入れ、ハンダ市もコミュニティバス、コンクルの運行を開始した。これにより、 青山駅で各バスを乗り継ぐことで中部国際空港や半田市内の各方面へのアクセスが容易になった。また、2019年6月1日より赤ルートの最終便の時刻が10分繰り下げられた。2019年10月1日にダイヤとルートの改定を実施した。利用客の増加によって乗降に時間がかかり運行の遅れが目立つようになったため、 一周回あたりの時間を伸ばし、一日の周回数を十一本から九本に減らした。青ルートは、町中心部の中央公民館などを回る区間が追加されている。使用車両は、竹と予長が用意した、昨のポンチョで、当初はメーカーの乳児の塗装で運行していた。運行開始時の四系統のルートでは、赤ルートにはピンク色の車両が、青ルートには水色の車両が、 緑ルートは右回りと左回りで異なる色のバスが使われた。2015年のルート再編以降は北部赤ルートはピンク色の車両、南部青ルートは水色の車両に限定して使用されている。車内の運転席後部は液晶ディスプレイが設置されており、各ルートや竹と予兆内の観光案内映像、街の制度やイベントの広報映像などを表示していた。 これらの映像の一部は、竹戸与町役場の公式 YouTube チャンネルでも公開されている。2019年の改定以降は、ディスプレイは使用されていない。前日の通り、2016年に、車体外部に、竹戸与町 PR キャラクター、竹戸与と姫をデザインしたラッピングを施しており、車内の自動放送も、竹戸与と姫役の牛田由香の音声が使用されている。 2019年の青ルートの変更に際しては、音声を追加録音して対応した。また、2019年の改定前は、各ルートの案内映像などにも、竹と洋と姫の 3D アニメーションモデルを使用した映像が使われていた。運行委託先がデスクルに変更されて、以降は、各ルート専用となっているバスが、点検などで使用できない場合に、デスクル所有の三菱不創性。 中型ワンステップバスで運行されることがある。年末年始を除き、毎日運行。以下、2019年改定後の主な停留所のみ記載。北部赤ルート、竹豊町役場名鉄千田竹豊駅目が、ドンキ西竹豊高校東緑ヶ丘、小学校平井から進化の小田京南、長和公園4半田店青山駅口店、JR 竹豊駅名鉄千田竹豊駅、 竹豊町役場南部アオルート、竹豊町役場六間山郵便局、中央公民館名鉄地下竹豊駅目が、ドンキ西から夢だろうプラザ、マイナス総合体育館市原寺西吹駅、東東大高交差点電車台前から、竹豊町地域交流センター JR 竹豊駅、名鉄地下竹豊駅竹豊町役場奇襲店となる、竹豊町役場に限り、校舎時に、 乗り継ぎ券を受け取ることで、別ルートのバスへ無料で乗り継ぐことができる。2019年改定前は、乗り継ぎ券は当日中のすべての便で有効だったが、2019年改定後は、次に役場を発車するバスへの乗車時のみ有効となった。ありがとうございます。